ようなカメラワークにしていただいてますかね、この神宮塾のところ、この感じ。もうだってほら壁高評価ボタンとチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。さあやってまいりました、カウントダウン TV さん、イナズマいかがでしたでしょうか。ということで、いやもうテンションは爆上がりでございます。ということで見ていきたいなというところでございますけど、やっぱり照明のカウントダウン TV さんっていうところはありますよね。光にこだわってるなって感じるのはカウントダウン TV さんですね。今回見ててイナズマとやっぱり相性いいなっていうのはピカピカするところですね。楽曲の世界観として思いっきり光が瞬けば瞬くほど盛り上がると言いますか、これがねかなり効いてたなというふうに思います。カメラワーク結構良かったっす。このあたりもね、一発目のズマズマと2回目のズマズマでこのカメラの振りをちょっと強めに振っていただいてる感じありますよね。結構グーって思いっきり寄ってる印象もありますね、カメラさんね。アグレッシブなカメラワークで、さらに稲妻っていう曲の勢いみたいなものが伝わってきたんじゃないかなというふうには思いましたね。ここいいですよね、これめっちゃ良かったね。何がしたいの部分ね。で、右左の部分でカメラさんも右左っていうふうに岸くん神宮寺くんをちゃんと映してくれてるっていう、最初平野くんから始まって右左で振ってるところとか、ここのカメラワークはいいですよね。表情といい、全体の動きをこう正面で動いてくれてる感じ、一緒にね。でちょっと岸くんによる今回のカメラワークの中で寄りが結構強いなっていうのは振り返って見ててもやっぱ感じますね。で、寄りが多いってことは引いた時の距離感、もうちょっと引きが良かったなっていうお話、おそらく引きが弱く感じられるのは寄りが強いからだと思うんですよね。シンプルな話、こうやって寄るじゃないですか。で、音楽のテンポも速いからで急いで引くじゃないですか。引くが意外と引けないみたいな、手持ちカムでいくとっていうのはもしかしたらあるかもしれないかなって思いましたね。ここは見やすいですね、一瞬で取り越さ稲妻。ここの稲妻の部分もカメラさんしっかり振ってて、すごって思いましたね。ここもね、当てに行くところ、上真ん中下っていう3段を3段で分けて打ってらっしゃるんじゃないかなとか、インナーズンマズマ、ここのちょっと左右の振りだけじゃなくて、この傾け、インナーズンマズマズンマですね、ズマズンマズマズンマのこの神宮寺君のこのズマの強いところでちゃんと強くカメラさんこうやって振ってるところとか、細かい、素晴らしい。ここね、太平洋にダンクライクシュートのところですね。あーでも触れてるっちゃ触れてますね、カメラ。上段してシュートしてキャッチしてキャンセリング。あーこれは意外と、でも追い切れてないだったらあれだけど、追ってるわ。でも言うて、終えてる終えてる。でじわ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 下がっていただくところね、おそらくこれカメラマンさんも膝ついてこうやってらっしゃるんじゃないかなって思いますね。一緒に膝をついていただいてます、カメラマンさんも。おそらくここら辺とかはちょっと荒ぶるようなカメラワークにしていただいてますかね、この神宮塾のところ、この感じ。もうだってほら壁ダナ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 、ここだよね、やっぱりここだよね。ここのアングルいいっすよね、蹴散らす蹴散らすで、カメラさんちゃんと蹴散らしていただいて、ここのノーウェイもいいですよね。イエーイ、はい、という感じで見ていきましたけれども、いかがでしたでしょうか。ということで、今日のカメラワーク結構良かったんじゃないかなと。曲がアグレッシブだから、めちゃくちゃアグレッシブに作っていただいているんじゃないかなっていうふうに思いました。なので多分よりがまたこう強く見えた部分でもあるんじゃないかなというふうに思いましたね。ということで現場からは以上でございます。皆様の今日の感想もよろしければコメント欄よりいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。それではそれでは、チャオ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 。